そうです、もう落とさないんです。だっておまじないがありますからね。我は誇らしくうなずき、満面の笑みを浮かべるのだ。この日、この時、この瞬間の誇らしげな体験は、我の幼少の記憶に忘れがたい一ページを刻むこととなる。されば、源氏が見つけたる鍵は誰のもの。日々の仕事に寸分の気の緩みもあってはならん。だが時に失敗はある。それを咎めぬが、己を顧みず仲間の失敗を決めつける態度は到底褒められたものではない。申し訳ありません。我が友はもはや同じことは繰り返さぬぞ。何しろわらわが虎視眈々と狙っているのに一向に隙を見せぬのでな。しかし残念、こやつが鍵をなくしたのなら早速いたずらをしてやればよかった。え、何か言った？してやったりと思うつもりはないけれど、どんくさいといつもバカにされている我が、ようやく胸の晴れた一日であった。この日を境に、ようやく我は、後宮家の使用人としての生活に、慣れたと自覚できるようになるのである。褒められると、自分は認められたって気持ちになるよね。大事なことだ。人の成長に欠かせぬ。人は成長するとどうなるのかしら。まず余裕が生まれる。それまで本当にこれで正しいのかと怯えながらしていた仕事が自信を持ってなせるようになるのだ。確かに気楽になれば余裕も生まれるね。余裕が生まれるとどうなるのかしら。日々を楽しめるようになる。源氏風に言えば、気を緩ませることができるとでも言おうか。気を張りっぱなしじゃ疲れてしまう。それは良いことだね。ってことはそれってつまり、サボれるようになるということ？サボると言えば聞こえは悪い。しかし、要領よく仕事をこなし、余った時間で日々を楽しむことは、決して悪いことではないぞ。そういう時間は人間を豊かにしてくれるものだ。そういえば合田はよく仕事の合間にクロスワードパズルをしているね。余った材料で勝手に創作料理を作ったりもしてるわ。適度に遊び気分をリフレッシュさせるのは効率上も悪いことではなかろう。創作料理も遊び心と仕事の融合と言える。あの源氏とって誰も見ていぬところでは程よくサボっているはずだぞ。テレビを見たり、主の酒をくすねたり、小難しい本を読んでいたりしているわ。あの源氏が？要はうまく仕事の合間を縫って要領よく遊ぶということだ。過ぎれば気の緩みとも言われよう。しかし仕事と遊びのメリハリがつけられるようになって初めて人は一人前になるのだ。つまるところ、仕事だけで精一杯なうちは半人前ということよ。じゃあ、あの子は、仕事の合間に遊ぶということを覚えたってこと？あの生真面目な子がサボりを覚えるなんて、ちょっと考えづらいね。交流を覚えた。親切にしてくれる熊沢との仲を深め、本の貸し借りとその感想を語り合う関係を得た。我にも学校にて友人はいたが、仕事の都合もあり友情を深め合うには至ってなかった。気取らぬジェシカも親しくしてはくれたが、夏日の幻明もあり一緒に遊ぶこともできなかった。そんな我にとって
いつも母のように優しくしてくれる熊沢は最も親しい存在であった。孫ほども離れた二人のこと、駆け回って遊ぶわけではない。熊沢の趣味に興味を持ったのだ。熊沢の趣味って何かしら。本だ。意外かもしれぬが、あの熊沢なかなかに推理小説を好んでおった。どんな本か関心を持つうちに自分も読んでみることに。その通りよ。推理小説は読みながらに語らうのもなかなかに楽しい。すでに答えを知る熊沢にしても、若き知性がどのような推理を見せるのか聞くのはさぞや楽しかったに違いあるまい。無論いきなり熊沢の読む難解なものから入りはしなかった。まずはおすすめを聞き、学校の図書室から探してきて読んだ。使用人室にも持ち込み、休憩の合間などに少しずつ読み進めた。そして新しい推理が浮かぶたびにそれを熊沢に話し、すでに答えを知っている熊沢はニヤニヤと笑いながら我の推理に相槌を打つ。それが我にとっての楽しい時間だった。お風呂行かないの？浴場の時間終わっちゃうよ。すっかりミステリー好きになっちゃって、あんまり熱中して読んでるとまた興奮して寝つけなくなっちゃうよ。それどんなお話？有名な推理小説だよね。最後、犯人がメッセージボトルで真相を告白するまで完全犯罪だったんだっけ。すごいよね。はいはい、じゃあ後でね。お風呂忘れちゃダメよ。そなたもすっかり本の虫であるな。まあ熱中して寝不足にでもなってくれれば、わらわもいたずらのしがいがあるというもの。わらわの生まれた太古の時代には推理小説なる娯楽はなかった。そなたの肩越しに読ませてもらっているが、なかなか面白い読み物であるな。今読んでいるその本の？孤島に犠牲者を呼び寄せし犯人であろうが、島に10人を閉じ込め、どこか遠くでのんきに餓死を待っているに違いあるまい。なぜに島には10人しかいないと決まっておるのか？島の主であろう？隠し部屋に潜んでおるのかもしれん。あるいはわらわと同類、千年を経た魔女かもしれぬぞ。いやいや、たかだか10人を殺すのにこの手間では千年は経ておらぬな。この魔女せいぜい495年程度しか生きていまいぞ。
室殺人とは面白いものであるな。オチを読めばそれは人間小説、すなわち推理小説となる。しかしもしオチを破いて失わせれば、それは魔女小説、すなわち幻想小説となる。トリックがあれば人間小説になる、なければ魔女小説になる。そなたが読むその本の最後のほんの数ページを破り取るだけで、そやつをアンノーンとしてわらわに列する魔女とすることができるわけだ。この世の闇は全て我ら魔女のものよ。さすればわらわは全世界古今東西全ての推理小説に犯人として君臨できようぞ。推理小説とやらはやはり面白い。これは実に愉快な思考のゲームであるぞ。いいや、魔女と人間の戦いでもあるぞ。わらわの密室殺人という名の魔法を許すか否定するかのミステリーという名のチェスである。いかにも、先ほどシャノンが言うにはこの話、ラストではメッセージボトルによって真相が明かされるというではないか。つまり、それまでに物語の真相を暴くことができねば、そなたの負けということだ。何しろメッセージボトルがたまたま目につくところに漂着したから良いものを、もしも割れて沈み、誰の目にも触れなかったなら、それは完全犯罪であり、すなわち人間には不可能、魔女の犯行ということではないか。これよりわらわは、そなたがそれを読み終えるまで495年の魔女アンノーンであるぞ。そなたに我が孤島殺人のトリックが見破れるかな。そうとも言う。ハハハハハ。